2度も休職してしまいました。メンタルを病むと仕事を断りにくかったり、ひねくれた理屈で言い返せないようにして頼もうという弱みに込んでくる人たちに対処する方法がありますか？はい、ありがとうございます。なかなか辛そうですよね。何が辛そうかと言ってです、多分これ職場でいろいろこう仕事を押し付けられてるということを、まあ、辛いと感じてらっしゃると思うんですけれど、周りの方がその敵に見えちゃってるっていうところがまあ一番辛そうかなというところですよね。メンタルを病むとということかどうかはまあ別として、仕事を断りにくくなっているので、まあいろいろと理屈をつけて、まあ何か厄介事を押し付けられちゃってると、まあ周りの人が自分に仕事を押し付けてくる人なんだ、断りにくいからというようなですね、あの考えになってしまってるのかなと、まあいうふうに感じられて、まあそこは結構まあ辛い立場を余計に辛くさせるかなという気がしますね。対処というか、実際に仕事を押し付けられてるかどうか、まあ押し付けられてるんでしょうね。まあそれはまあ別として、じゃあ、あの仕事を押し付けてくる人がいるとしたときに、その人たちに対処しようというのは、まあ正直あまり得策ではないのではないかなと思うんです。職場というのは、まあおそらくご本人さん、質問者さんと、まああと一人二人、っていう職場もあるかもしれませんけど、そういう職場でない限りは、まあ、他にもいろいろ働いていらっしゃる方おられると思うんですよね。他に働いていらっしゃる方の中で、例えばちょっと味方をしてくれる人とか、この質問者様の困りごと分かってくれてるような人とか、まあ、そういった方がいないのかどうかということが、まあ、まずは気になりますし、あの今そういうところに目を向けられていないようであれば、じゃあこの押し付けてくるような人というのはまあ別として、じゃあ誰だったら味方になってくれそうかとか、誰だったら相談に乗ってくれそうかとか、味方になってくれる、助けになってくれる人っていうのを探してみるっていう視点に立った方が解決とかにはつながりやすいような気はしますけれどもね。働きありの法則だったっけ、1対8対2ぐらいでですね、10人人がいたら10人のうちの1人は、まあ、どうやったって仲良くはできないというか、まあ、邪魔する人と、10人のうち、まあ、別のね1人というのは自分の味方になってくれたりとか、自分を助けてくれたり理解者になってくれる人だと。じゃ残りの8人って何かというと、自分には関心がない人だというようなね話がありますよね。こういうこう1対8対1のうち、あのメンタルの状態が悪いとですね、この自分に敵対する位置がすごく目立つというような精神状態になるんですよね。あの質問者さんの話で言えば、仕事を押し付けてくる人とか、あれこれ理屈をつけてね、自分の弱みにつけ込んでくる人とかね、まあ、そういうのがまああの位置のはずなんだけど、その位置がすごく目についたりとか、その位置以外の部分が見えなくなってしまっているというふうになりがちになるという考え方があって、あのまあ、できればなんですけど、自分の味方になってくれそうな人1っていうのがどういう人かということを探してみるということは大事かなと思います。あとあのメンタル疾患が、まあ、あるとですね、自分の味方1というのと自分の敵1ということはもちろんあるんですけど、残りのその自分には無関心な人8っていうのがいるはずなんですけど、その残りの自分には無関心な人、良くも悪くもですね、その8人っていうのが自分の敵なんじゃないかというふうに、まあ、誤認する、誤爆すると言ってもいいかもしれませんけどね、そういうような認知になりがちなんですよね。あのできればなんですけど、ここでもう一度思い出していただきたいことは、自分にわざわざ敵対してる人っていうのは1、自分にあのひょっとしたら味方になってくれる人っていうのは1、残りの8の人は実は自分の敵でも味方でもなく、わざわざ敵対したりとか嫌ったりするというような行為をしない限りは基本的にはニュートラルな存在だし、まあ、ひょっとしたら私のことを助けてもらえませんかっていうふうに、そのニュートラルな8人の人たちに声をかけてみたりとか、助けを求めてみたりとかすることで、自分を大切にしてくれる人、味方になってくれる人1を2に増やすことができる可能性もあるんじゃないかなと思うので、結論から言うと、自分に敵対したり足を引っ張ってきたり仕事を押し付けてきたりする人1はとりあえず無視しておいて、味方になってくれそうな人、理解してくれそうな1の人たちをまず見ましょうよと、残りの自分に無関心な8の人たちをいかに味方につけるかということを考えていくといいですよというのが、まあ一番いい戦略かなと思います。はい、ありがとうございます。
松井正彦の動画。母の愛情がうまく伝わらなく育ったせいか、私は人に優しくありません。今からでも性格は温かいものになりますか？人に与えていけば変わっていけますか？教えてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、結論から言えばもちろん変わりますよ。まあ、これはですね、どういう信念を持つかというところと実は結構関係があるかなと思っていて、ピグマリオン効果とゴーレム効果って皆さんご存知ですか？もう今から多分何十年も前のね、1970年代だったかな、実験なんですけど、心理学者がですね、学校を訪問してですね、で、まあ、学校のですね、雰囲気とかですね、生徒さんたちというのの姿を見学した後で、こう先生読んで、このね、クラスのね、あの子とあの子でしょ、あの3人はね、見どころあるよ、ちょっと注意してみておいたらいいよっていう話をしたらしいんですよ。聞こえましたかね。で、そういう話をしてからですね、まあ、数ヶ月経つとですね、もう一度ですね、その心理学者が訪問するとですね、その時に教師に伝えた、あの子は見どころあるよというふうに教師に対して伝えてた、そのあの子の A 君 B 君 C さんはですね、実際ですね、非常に成績が上がり、指導的な立場になり、周りの子たちからも好かれるようなキャラクターになっていましたみたいな話があるんですよね。実を言うとですね、この3人というのはその心理学者がランダムに選んだ3人であって、本当はですね、見どころがあるとかどうとかっていうことは全くなかったらしいんですけど、その情報を知った教師がこの3人は見どころがあるはずだと思って、その子どもたちに接することによって、まあ、その3人の子どもたちがですね、良い教育を受けられたりとか、前向きな気持ちでですね、接してもらえたことによって、実際にですね、見どころがあるという期待通りに育っていったという、まあ、一つの心理学的な実験なんですね。でですね、これをピグマリオン効果というふうに言いましてですね、なんというのか、こういうふうに期待を持ってその人たちを見てると、その期待というのは比較的実現しやすくなるんじゃないかという、まあ、もちろんね、反論もあるんですけど、まあ、そういう実験の一つなんですよね。で、これ逆にゴーレム効果っていうのも知られていて、あの子はちょっと心配だから気をつけておいてあげてねとか耳打ちするとですね、数ヶ月とか数年経って、その様子を見に行くとですね、実際にちょっとこう気になるような感じの育ち方をしちゃったみたいな実験があったりするんですよ。で、これは人に対しても言えることかも、つまり他人に対しても言えることかもしれないし、自分に対しても言えることかもしれません。いずれ自分は今とは違って温かく人に優しく接することができる人間になるはずだと思いながら自分のことを見ていくと、まあ、その通りになりやすいかもしれませんね。逆にもう自分はここから先人には優しくできないし、まあ、温かい性格の人間には変わることはできないよっていうふうに言っておくと、これゴーレム効果が働いてですね、やはりそういうふうな自分の育て方というのをしてしまうかもしれませんよね。あくまでこれは一つの仮説ではあるんですけど、自分は人に温かく優しく接することができるような人間になれるんだというふうに思いながら自分を見てみるということは、まず、まあ、心理学的なマインドセットとして持っておかれてもいいことかなというふうに思いますね。で、ちなみになんですけど、優しい性格とか温かい性格とかっていうものは何で決まるかというと、実を言うと単純にこれ技術ですね。どんな言葉遣いをするのかとか、どんな表情作りをするのかとか、そういうことというのは技術の積み重ねでしかないので、内面そのものを見て、優しい性格とか温かい性格だっていうふうに見通せる人って実はほとんどいないので、要は自分はいつか優しい言葉遣いとか温かく見えるような表情を作れるようになるはずで、それは練習を積めば今よりは必ず上手くなるはずだっていうふうに信じながら、じゃあ具体的にはどんなふうな言葉の選び方とか、どんなふうな表情の使い方をしていくと、そんなふうに優しそうに温かそうに見えるだろうかということを学んでいくのを、これを実を言うとソーシャルスキルストレーニング SST というふうに言ったりもするのでね、そういう、こうマインドセットをした後は具体的なですね、人に優しく温かく見てもらえるような技術をちょっとずつ
一歩一歩スモールステップで、練習していかれるということは非常に非常にやる価値のあることではないかなというふうに思いますよ。はい、自分自身に少しだけね期待をしてあげて、まずは自分自身に優しく温かく接するようにしてあげてください。はい、ありがとうございます。